アイテムラボとは武器やユニットのアイテムをカスタマイズできるロビーにある施設のことです。カスタマイズには3種類の要素があります。まずは1つ目の要素、アイテム強化について見てみましょう。アイテム強化はグラインダーと呼ばれるアイテムとメセタを消費することで武器やユニットをプラス1、プラス2といった具合に、段階的に強化していくことができます。あ、グラインダーというとやっぱりですね、あの強化に使うというシリーズ伝統の、そうですね、はい、最大で10段階まで強化することが可能ですが、段階が上がっていくと強化に失敗する可能性が上がり、さらに失敗すると強化値が下がってしまうこともあります。しかし、まあ、アイテムが消失することはないので、安心ください。アイテムがなくならないというのはちょっと嬉しいです、ね、はい、はい、あ、さらにモールであるユニットも、グラインダーで強化できるようになってますね。はい、次に、属性強化です。属性強化は同じ武器同士を合成することで高成長をアップすることができます。ただし、属性強化にはシンセサイザーというアイテムとメセタが必要です。シンセサイザー、はい、新しいのが出ましたね、はい、属性強化の方はエフェクトはないんですね。はい、武器のみになります、はい、アップする属性値は合成する武器の属性や属性値によって変わったり、一度に複数個を合成することで強化される値を増やしたりすることもできます。手に入れた武器がやっぱり無駄にならないっていうのはね、ありがたいことですね、はい、成功しました。はい、はい、次の要素、3つ目の要素が、特殊能力追加です。武器やユニットにランダムで付与されるボーナス要素について、前回テストではエンチャントと呼ばれていましたが、アルファ2テストからは特殊能力と名称を改めています。この特殊能力を例の別のアイテムに追加することができるのが特殊能力追加になります。カスタマイズしたいアイテムを選んで特殊能力を持っているアイテムを素材として選択すると、追加可能な特殊能力の一覧が表示されるので、その中から残したい特殊能力を任意選ぶことができます。このカスタマイズはですね、グライダーみたいなシンセサイザーみたいな特殊なアイテムとかいらないんですか？はい、こちらは見せただけで大丈夫です。ただし特殊能力を1個以上持っているアイテムはカスタマイズされる際には同じ数の特殊能力を持っているアイテムが必要なので、そこだけちょっと、気をつけてください。特殊能力追加はユニットの方も可能になっているんですね。はい、はい、